皆さんこんにちは、こんばんは。クシタニオフロードライディングメソッドオフテクを学ぼうの山本です。世界選手権を走ってきた経験や、全日本で5回チャンピオンを取らせてもらった経験を少しでも安全に楽しくオフロードを楽しんでもらうために皆さんに伝えていければと思います。今回はシーンを捉えるオフロードのポジショニングとはです。まずオフロードっていうのは舗装されてないところを走るので、よくバランス感覚が必要だっていう話を多分聞くと思うんですけど、ざっくり言うとバランス感覚なんですけど、もっとそれをコンパクトにすると芯を捉えてバイクに乗れるか乗れないか。芯を捉えて走ることが大切だと山本は語る。一体芯とは何のことなのか。基本的に芯があるのはもうタイヤのこの、もうモトクロスで言ったらテレホンカード1枚、まあ、今のこうテレホンカードも走ってる時にタイヤが設置してる大きさって多分テレホンカード1枚もあるかないかぐらいの大きさなんですよね。そこにもう芯が凝縮されてるんで、タイヤの接触面に芯があり、そこを意識して走る。それは簡単なことではない。今バイクがまっすぐ立ってるんで芯は真下に対してこう軸がありますけど、バイクが傾けばこうだし、バイクがこう傾けばこうなるしっていう芯が変わる。オフロードっていうこういう下が安定しない、こことここの高さが違うとか、走ってるところなんかで言ったらものすごい高低差があって、そこの場所場所で芯を捉えていく必要があるので、路面の状況、バイクの傾きで変化する芯を意識して走ることがオフロードのコツ。そのためにも大切なものが、ポジショニング、バイクのどこにどういうふうに乗るのかっていうのがまず必要になってきます。まずは乗車方法。僕身長173ぐらいあるんですけど、腰と同じぐらいシートの高さが高い、まあ、これ決して足が短いわけじゃなくて、バイクの車高がやっぱりオンロードのバイクと比べると非常に高くなってます。こういう地形を走るためにサスのストローク量を増やさないと衝撃が吸収できないんで、ストロークを増やして車高が高くなってしまう。僕はいつもバイクのまあ横に近くに立ってハンドルを切ります。真正面からハンドルを切ります。バイクの真横に立った時の右足の位置に左足を持ってきます。体はハンドルと平行。バイクを自分の方に傾けることによってまたがりをしやすくします。バイクを例えば垂直のまんままたがろうと思って、人間がバイクの方によるとバイクが向こう側に倒れようとするんで、それを避けるためにバイクをちょっとこっち側に倒します。その時に人間が離れた位置にいたりするとバイクをちょっと傾けたのに対してすごい力を入れないと抑えられないので、バイクの近くに立ってバイクをちょっと傾けてまたがります。続いてポジショニング。非常に重要なのが、力を抜いて肩周りも力を抜いて足にも自然と力がこう抜けるポジション。
こうやって乗ったりとかこうやって乗ったりとかせずに自然と力抜けるポジション。バイクに設置している面っていうのは非常に僕は重要だと思ってて、ブーツの内側から、ユニフォームの内側また、で反対側につながってくると思います。バイクをしっかりと面で捉えるようにしてあげる方が力を抜くのに必要ですね。路面がデコボコしているオフロード、面で捉えないと落車の恐れもある。そしてステップもオフロードでは重要なポイント。基本僕はこういう姿勢なんですけど、つま先のポジションなんですけど、普通はもうちょっと多分土踏まず寄りというかで乗るのが一番落車も防げますし、しっかりと荷重をかけられるポジションになりますので、まあ地形がやっぱりこうバラエティに飛んでて非常に段差が多い、その時に全てこう衝撃をうまくこなしていくためのものなんですよね。土踏まずで例えば乗ってたらもう足首ってこう使えないですよね。けどつま先で乗ることによってサスペンションをもう一個作るっていうので僕はつま先で乗ってました。続いて目線。モトクロスのレース中だったら姿勢がかなりこうもう競技的に低くなるので、当然もう前を見たりするのに上を見上げないといけないような状況にはなるんですけど、ただオフ車を乗るっていうことに関してはやっぱり非常にもう姿勢がバイク自体の姿勢が高くて目線っていうのは非常に高いです。なのですごく遠くを見る意識、近くを見る意識っていうよりも自然とまっすぐ立った状態、人間が立った状態で見てる位置をそのまま座っても見てたらいいと思います。それが一番人間の体的には自然なポジションなので、無理に遠くを見ようと思って顎を上げたりとかこう下を上目遣いで見ようと思うと顎を引いてでなるとこの辺にこう力が入るので、自然に力の抜けるポジション、僕はこれが一番推奨します。上半身に力が入らず自然と力が抜けるポジション、マシンとコミュニケーションしやすくなり芯を意識することができるようになります。その辺はもう非常に普段の練習から気をつけて、やってました。もうもちろんど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 ん慣れてくると無意識にできるようになってくるところではあると思うんですけど、まずもうオフロードに楽しく乗りたいっていう人は非常にその辺を知った上で理解した上でバイクに乗ってもらうと楽しさがより倍増するんじゃないかなと思います。